はいどうも、いつきんです。本日の動画は古代物のランキングというか、使える古代物っていうのをいくつか紹介をしていきたいと思います。エピックダッシュのイベントでそろそろ復帰の人とか新規の人はまだちょっと先なんですけど、選択古代物召喚書というのが手に入るので、それでどれを取ればいいのかっていうのも合わせて紹介をしていきます。そして紹介の前に注意事項というか、これだけは絶対知っといてほしいというのがあるんですが、特に新規の方なんですが、星5の古代物は今日紹介しないもの、つまりあまり今は強くないものに関してもバランス調整で強くなる可能性があるので、星5の古代物は基本的に絶対に売らないでください。極端な話をすると、貫突が3枚とか4枚必要になってくる異物もあったりとか、貫突しなくても複数枚所持しておくだけでいろんなキャラにつけれて使えるっていうのもあるので、絶対に星5の古代物はいくら今いらなくても売らない方がいいです。そして限定異物についても今日紹介をしていくんですけど、エピックセブンの限定キャラの古代異物とコラボキャラの限定異物があります。今現在手に入る限定異物は基本的にないんですけど、復刻があった時に入手する機会があると思います。この限定古代異物に関しても、今日紹介しない今あまり強くない限定異物に関しても、基本的に限定ガチャとかコラボガチャが来た時に最低1枚現物を持っておくと、知識の瓶というアイテムで凸は進められるので、1枚だけでも必ず手に入れるのをおすすめします。はい、という前提知識も踏まえて紹介をしていきます。今回ですね、古代物はなんと全部で300種類以上あるので、本当に一部だけの紹介となります。全部作ろうと思ったんですが、予想以上に時間がかかるので、また時間のある時にちょこちょこね、このティア表を進めていこうかなと思いますので、今日はかなり強い異物、特にかなり今使ってるなという異物を紹介していきます。で、中には限定もあるのでちょっと省きつつは紹介するんですけど、今手に入る限定異物、課金パックを買うことで手に入る異物としては、この甘い奇跡というのが非常に強い異物となります。こちらは貫突前提の古代異物ではあるんですが、貫突すると1ターンの行動不能となるデバフを直せるので、動きが止まらずにスキルなどが使えるというかなり強力な異物になっています。なので限定パック買った方は基本甘い奇跡をとりあえず1枚ね取っておくといいと思います。で、残りの限定はちょっと飛ばしつつ、通常の異物で言うとゴールデンローズだったりシグルの大釜、あとはエルブリスの宝剣、アレクサのバスケット、このあたりが非常に強力かつ新規のプレイヤーなんかの人は使いやすい異物になります。他にも神聖なるニエとかあるんですけど、この辺はですねちょっと PVP に特化した異物だったりとか、まだ今は使わない、最初の方は使わないという異物なので、できればですね選択召喚書で取る異物としてはアレクサのバスケットが一番おすすめです。なぜかというと、ここにね装備推奨キャラを一部僕の考えなんですけど載せてるんですが、この執行人ビルドレッドの最適異物ですので、どんな新規のプレイヤーの人でも基本的にこのセットで使えるというのが強みとなっています。 PVP でも PVE でもこの攻撃力アップというバフがつくので非常に強力になります。なのでどれを取ろうか迷った人はもう迷わずね、このアレクサのバスケットを取ってください。もうなんなら貫突まで交換してもEレベルに強い古代異物なので、まあ最低1枚選択召喚書で選んでください。で、他の異物に関してはまあ枚数結構交換できるので迷うことになると思うんですが、結構所持キャラによって変わってくる。例えばラビーを持ってる人なんかはシグルの大釜をつけるために交換してもいいですし、ナイト系が例えば月影のシェラが出たとかタイウィンが出た、あとはクラウとかが出たっていう人はこのパルティアの砦なんかも持っておくと闘技場とかで楽になったりします。で、はたまた、エルブリスの宝剣に関してはこの海軍大佐ランディが運よく手に入った人なんかはもうエルブリス絶対に必要になってくるので交換をするという風な感じで、手に入ったキャラによってもちょっと変わってくるんで、
その辺はですね、入手の進捗によってこの中からね選んでください。ただアレクサのバスケットに関しては基本的に最初の月営の円で執行人ビルドレッドを取ってると思うので、アレクサがおすすめという風になっています。はい、じゃあ他もちょっと見ていきましょうか。限定などもありつつ、特殊なね異物とかもあります。特定のキャラにだけ特化した異物とかもあったりだとか、あとはまあ限定がねやっぱり一番上のランキングとしては多いですね。なのでこの辺が復刻来た時は必ずね最低1枚取るようにするといいのかなと思います。で星4の異物に関しても、このゲームはですねめちゃくちゃ強いです。ちょっと上に戻るとナイト系でいうとこの星4のアウリウスというのは本当に数が必要、もうナイトの数だけ装備したい、付け替えにはお金がかかったりするのでなるべく付け替えをないようにしようとすると、まあ、3枚とか4枚5枚僕なんかはもう10枚ぐらいアウリウス持っているのでそれぐらい数が必要になってきます。なので最初はですね突しなくてもいいので2、3枚とりあえず1枚持っとくと、貫突せずに持っておく、で余裕ができてきたらちょっと突を目指していくっていう感じで、アウリウスとかもしっかりね売らずに置いといてください。はい、そしてまた下に戻りまして、同じく星4の古代物ダグエルの故障、これはですねもう星5異物よりも強力な異物となっていて、運営もこれ修正が今更できないので手がつけられないんですが、めちゃくちゃ強い古代物になります。何よりも価値のある古代物ですので、これが出た方は必ずですね置いといてください。で個数に関してはもう明治の数だけこれも必要になってきますので、もう貫突ダグエルが無限にいります。僕は今15個ぐらいあるんですけど、それでもちょっと足りなくなってきているので、まあ、貫突はあればあるほどいいというところなので、これが出たら絶対に売らずにね突を進めていってください。まずは1枚あれば汎用性抜群なので1枚貫突を目指してみてください。そして続いては配布異物に関してです。ギルドに入るともらえる異物になりますが、5種類あります。で全部ですね強いです。なので基本的にはギルドに参加をずっとしてですね、将来的には全部貫突を目指すんですけど、中には貫突せずに4突まで進めて1枚は突しない状態で他のキャラクターにつけるみたいな使い方をしている人が結構多いです。僕は全部貫突しちゃったんですけど、そういう使い方したらよかったなってちょっと後悔しているので、これから手に入れる方は注意してください。何も考えずに全部突せずに1枚だけね持っておく、なので希望の砦とか進撃のラッパとかが、2枚ある状態にしておくと、で余ったのはちょっと突しておくっていう感じの使い方が良いと思います。で有毛の証拠だけは貫突2枚分が配布されますので、1枚は貫突してもう1セットはバラバラで持っておくってのもいいと思います。なのでこれだけねちょっと使い方注意してください。ギルドメンバーとかと相談してどういう風に使ってるか聞くのも全然いいと思います。はい、そして、トップティアに君臨する星3の異物、星3の異物もねめちゃくちゃ強いのがあります。まず一つが白チュームの道化師という、これ配布でもあるんですが討伐で使う古代異物になります。生命力が高い敵ほど与えるダメージが増えて星5の異物よりも強力になるので、基本的に生命力の高い PVE のコンテンツはこの白チュームの道化師をつけてください。ただし最近のコンテンツは生命力依存のダメージを受け付けないという特殊効果がついてたりするので、そういうコンテンツに関してはちょっとこれが無力化されてしまうんですが、昔の初期のコンテンツ、例えば討伐だったりとか深淵だったりとかはこれが有効なので、まあ合計で貫突3セット持っておくといいと思います。そしてもう一つが、先見の燭台という異物です。特定の使い方をするとめちゃくちゃ強くて、攻撃を受けたら 40% の確率でスキルターンを1減少するという効果を持っているので、プリーストとかに持たすと攻撃を受けた時に運が良ければスキルターンが減少して回復スキルが連発して打てるというような使い方ができたりとか、この月営の星4アンジェリカなんかだと自身に不死を付与するので、これをタンク代わりとしてわざと攻撃を受けさせてスキル3の不死を連続して使うというような使い方ができたりするので、貫突2枚か3枚
持っておくといろいろ付け替えられて使いやすいと思います。なのでこの2つに関しては星3なんですけど、必要分が揃うまでは売らずに凸をしていってください。他の星3の異物は今だとほとんど使わないので全部売っちゃってもいいと思います。はい、そうしましたらトップよりもちょっと落ちる異物なんですけど、結構使用頻度が高い異物を紹介していきます。まず一つ目がスノークリスタルというものですね。これはですね、クリティカル抵抗を 20% 付与する異物で、クリティカルが出なくなる、まあ、このゲームクリティカル出してなんぼっていうゲームなので、それが 20% の確率で出なくなるっていうちょっと運ゲーを絡ませる異物になります。まあ、どのウォーリアーにつけても強いので、手に入ったらとりあえずつけておくっていう使い方でもいいと思います。で、あとは無慈悲な暴食者とか、この辺はですねちょっと使い方がね特殊なので、まあ PVP とかで基本使うかなっていう感じの異物だったりとか、あとはもう本当に特定の英雄に完璧にマッチした異物で、これがなかったらちょっと性能落ちちゃうよっていうぐらいの異物があったりだとかします。で、 PVE で使いやすいのがこの天命の金貨、これ1枚あるだけでも結構変わってきます。特に配布のチェルミアと相性が良くて、攻撃力とスピードがアップするのでチェルミアの火力がめちゃくちゃ上がるんで、もし古代物の選択召喚書で余ったりとかしたら1枚天命の金貨手に入れても使いやすいかなと思います。そして星4の地獄のチェーンソー、これもウォーリアーの異物で汎用性高いので、貫突1枚持っておくといろんなキャラで使えると思います。まあ、使えるキャラとしてはウォーリアーだったらアタッカーだったらもう何でもいいっていう感じなので、もしつける異物がなければこれつけておくとクリ率とかを補うことができます。で、あとは結構 PVP の特殊な使い方をしたりとか、まあ、回避系のアサシンが手に入った人とかは、まあ、こういった反撃をする異物があったりするのでつけたりとか、あとはアレクサのバスケットよりは弱いんですけど、追加ターンを確率で獲得するというリアンナとルシエラという異物もあったりします。まあ、もしアレクサのバスケットがなかったりとかしたら、こっちがねもし持ってるんだったらつけてもいいと思います。で、あとかなり PVE で重要なのが銀の村雨という星4の異物、補助系のアサシンと相性が良くて、非攻撃スキルを使うと味方に攻撃力アップを付与するという異物になります。これ貫突1枚持っていくとめちゃくちゃ使い勝手いいので、必ずね手に入れた人は置いとくようにしましょう。特に序盤で使えるのは PVP とかでもこのジュディスっていう星さんのキャラクターと合わせて使うことで、ゲージアップと攻撃力アップを同時に行えるようになるので、序盤キャラが少ない状態で闘技場を楽に攻略したいっていう方はおすすめです。で、あとはアサシンの異物残り星4なんですけど、結構星4がですねアサシン多いですね。かなり強力な異物あるので見てみてください。そして次アーチャーなんですが、特に紹介したいのはこれですかね、血呪髄というちょっと言いづらい異物なんですが、これアーチャーが攻撃すると回復をするという異物で、全体攻撃の多い限定のランディとか木のベローナなんかに持たせるとかなり全体攻撃の頻度が高いので、ヒーラーがいらないぐらい回復してくれます。なので PVE これからちょっとやっていきたいっていう人とか、あと僕がですね選択召喚書でベローナおすすめっていう風に進めているので、手に入れた方なんかはこの血呪髄を1個交換してベローナに装備させてあげるとめちゃくちゃ PVE 楽になると思います。はい、他もいろいろありまして、明治の異物ですね。明治の異物も結構あるんですけど、やっぱりですね基本ダグウェルの故障が最強なので、あんまり明治の異物は強い異物あるんですけど使われないことが多かったりしますね。なのでその辺はこの表を見てですね、使えそうなキャラがいたらつけてみてもいいかなと思います。そして最後プリースト、結構序盤はですねプリーストを使うことが多いと思うので、この辺しっかり紹介したいんですけど、まずはそうですね、星5の異物だとこのセレスティスとアマリリスっていうのが、まあ、2大異物かなっていう感じで、どっちも回復系の異物になります。でセレスティスはスキル1で攻撃した時に回復してくれます。でアマリリスの方は非攻撃スキルを使った時に回復してくれます。なのでまあ手数的にですねスキル1が多くなりそうな英雄に関してはセレスティスの方が良くて、火のアカテスみたいな非攻撃スキルばっかり使う英雄だったらアマリリスの方が
回復できたりします。であと星5はですね結構貴重なので、最初プリーストにつける星5異物がないっていう状態も考えられるんですけど、その場合はですね星4めちゃくちゃ強いの多いです。星4のマージラハの魔導書だったり神秘の薬瓶、あとは大波の起源なんかがかなり強い異物なので、この辺をですねプリーストに装備してあげると使いやすいかなと思います。はい、というわけで、まあ、ざっとですね紹介しました。かなり数が多くて僕もどれを紹介するか迷ったんですけど、基本的に選択召喚書で交換する対象っていうのはこの一番上のランクのところから選ぶのがいいと思います。なのでさっき言った通りアレクサのバスケット、エルブリス、シグル、あとゴールデンローズ、この辺から選んでおけば間違いないかなと思います。確か選択召喚書は3枚ぐらいですかね。新規の人だともうちょいあるんですけど、基本的に3枚ぐらいって考えたらアレクサ、シグル、エルブリスあたりの3枚かなっていう感じですね。でもし余ったら凸を狙ってもいいですし、持ってない異物を狙うという感じがいいのかなと思います。でもう一個注意として、月影キャラで闇のヘイストを手に入れた人に関してはこのティア表無視してですね、さっき紹介したセレスティス、これをつけてください。これもですね特殊で、セレスティスと闇のヘイストの組み合わせはこのティア表を無視していいほど強力なので、闇ヘイストを手に入れた人に関してはセレスティスは絶対に1枚交換するようにしてください。これがあるだけで回復性能が倍以上上がりますので、セットでね使うようにしてください。あとの異物はまあそれほど強力なのはないですかね。このセットで使うとっていうのはさっき最初に紹介したアレクサとビルドレッドぐらいで、他はですねそこまでこのセットにしたら倍以上性能が変わるみたいなのはないので、まあ、それ以外であればこの上の方から選んでいくという風にしてください。はい、というわけで今回は古代異物を紹介してきましたが、何分ですね数が多いということでかなり質問も多いかなと思うので、この異物はどうだとか、このキャラ持ってるんですけどどれがいいですかっていうのあったら質問していただければと思います。というわけで今日もですねライブ配信してると思うので、そちらでリアルタイムでね質問をしていただいても構いませんので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。